はい、こんばんは、村野さとしです。今はね、ここは四八鮮魚店というたぬき工事の中にあるお店に来ています。ここでこれからね、食事を取ろうと思ってるんですけども、ちょっとね、今サブチャンネルの方で私の上げた消防署の動画がなんかね、ものすごい勢いで見られててね、4000回超えてるんですよ。5日間で4000回超えたんですね。これちょっとびっくりして、なんで、消防署の動画が4000回超えたのかなと思ったんですが、まあ、家内が言ったんですけどね、特別なね、消防自動車がたくさんあったんですよ。まあ、そういうものが見たい人がね、かなりその世の中にいるんだなっていう感じがしましたね。で、私もね、全然映ってない動画なんですけども、まあ、それが5日間で4000回超えたっていう、まあ、これは私の過去の動画の中でね、新記録なんですよ。まあ、こういうね、教育系の動画は見る人がね、決まっちゃってますからね、そんなに再生数いかないんですが、まあ、サブチャンでたまたま上げたね、その消防署の動画がこんなにね、当たるとは思わなくてびっくりしてます。まだね、見てない方はぜひ見てみてください。私の娘のね、旦那さんが消防士さんをしていて、その方も登場する動画なんですけどもね、まあ、おそらくですね、マニアックな方はその消防士さんの話もそうでしょうけども、いろいろな消防自動車を紹介しているので、それが良かったのかなと思います。消防自動車の中にはね、日本に1台しかないのも出てるんですよ。まあ、そんなのも紹介してますので、まあ、教員の方もね、3年生で消防自動車の学習がありますから、消防自動車のっていうかね、消防の学習がありますから、見ておくといいんじゃないかなと思いますので、紹介しておきます。と QR コードと、あと概要欄に、URL 載せておきますので、ぜひ見てほしいなと思います。まあ、そしてこちらの本チャンネルの方もね、ぜひ見てほしいなと思います。はい、そろそろ海鮮丼が来ると思うんだけどな。はい、来ました。これがしらすユッケ海鮮丼、なんかちょっとパフェみたいな感じでね、盛り付けられていて美味しそうですね。はい、これが10種の海鮮丼、10種類入ってるんでしょうかね。何が入ってるんだかよくわかんないけど、美味しそうだな。確かにパフェみたいになってますね。はい、いただきます。というわけで、今回は札幌のたぬき工事四八海鮮店よりお届けしました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。